きでしょう。ほー、そう。まあいいけどね。翔吾が部活やめたおかげでこうやって二人で帰れるわけだし。違うよ。本当は愛し合ってるってことを知らないの。そこが大事なポイントだよ。じれったい恋なんだよ。翔吾、もっといいのって何？元気ないね。どうしたの？大丈夫？本当に？じゃあさ、明日デートしよう。お店に欲しいのがあるんだ。そっか、わかった。また今度ね。約束だよ。忘れないでね。じゃあおやすみ。今日は会えて嬉しかったな。君は午前くんでも午後くんでもなくって、正午くんでしょ、暦ったら。わかってるわよ、しずる。シャレでしょ、シャレ。ちょっと少年、なんで無視して通り過ぎようとしてんのよ。
どうしたの？なんだかずいぶん浮かない顔してるけど、何かあったの？その直前は、すげえまずいって心のつぶやきが聞こえたような気がしたけど、翔吾くん、集中すると独り言を言う癖があるのね。知らなかった。このビューティフォー女子大生の小夜美さんを前にして。そうよ、ねえ、何かあったの？正直言うとかなり悲惨よ。何か心の片隅に不安でも抱えているのかな。お姉さん、話してごらんなさい。なーにセオリー通りの社交辞令かまして逃げようとしてんのよ。しずる、この綺麗な自転車傷つけないように横に寄せてくれない？はい。何がわかったの？教えてあげたのに。頑張ってね、翔吾くん。忘れたの？ああ、格闘技の世界で共通のあいつがあるでしょ。お姉さんがいい子いい子してあげるわね。よしよし、こう見せかけて。しずる、敗北を認めた相手に不意打ちなんて、そんなの勝負とは言えないわ。元気がないみたいだから気合を入れてあげただけなんだけど。うん、あなたはいつもそうやって勝負ごとに演出を持ち込もうとするんだから。いい？格闘技はそのままでも十分ドラマチックなのよ。感動をより効果的にしてるだけなのに。何も分かってないわ。真の勝負の醍醐味はガチンコにあるのよ。だいたいしずるは物の見方が浅いのよ。何よそれ。マットの外でも戦いは常に展開されているとかいう発想やめてくれない？そういう部分も勝負の面白さっていうのもあるけど、パフォーマンスも個性の一つだって言いたいんでしょ。それを否定することは人間の能力そのものを否定することだとかなんとか。そうなの？本当の強さを突き詰めるならそんなざる言はいらないわ。もっと勝負の中の機微を見つめなさい。
じゃあ今日こそ決着つけてみる？望むところよ。じゃあ翔吾くん、ちょっと。どっちのかける技が効くか判定してちょうだい。そうよ、ちゃんと公平に判断してね。もちろん面白かったかどうかも判断材料の一つなのよ。面白いってこと誤解してない？おかしいとか楽しいとかじゃないのよ。勝負の面白さが何なのかまだまだ分かってないのね。あれ、翔吾くん？もしもし。マダガスカル島エンドレス食ったカサリトテオメ、番長 A のミノシャベッタ君禁止島のケデナンダ墓地。なんだかんだ言っても脳、つまり食べ物エセのシュール。すごい、本当？
雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、わかり、そして忘れず、野原の松の林の影の小さなかやぶき小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。けど今の何？ちんぷんかんぷんだよ。詩だよ。その本書いた人が作ったんだよ。雨にも負けず。へえ、タマはやっぱりすっごいな。でも私は全然わかんないよ。